私お友達がすごく見に行ってくれて、はい、やっぱりでも面白かったっていうのもあるんですけど、みんなの表現ぶりがすごい怖かったってすごく連絡来ました。でやっぱりすごかったって、ドラマもすごいんだけどドラマ以上に本当にみんな狂ってたねっていうのをそう言われて、はあ、やっぱり、うん、みんな愛されてる作品なんだなって思いました。そうですね、狂ってるがこの作品においては褒め言葉になりますからね。そうですね、そうですよね、狂っててよかったみたいなことになるわけですよね。皆さんの好きなキャラクターって、もちろんご自身の演じられた役でもいいんですが、他でも構いません、いらっしゃいますか、このキャラ好きだなっていうの。どうしよう。私はやっぱり早乙女メアリさんがすごい好きだなって、ね、うん、思います。なんかまあドラマもそうですし、うん、なんか憎めないというか、うん、本当に可愛らしくてちょっとでも毒を吐く、うん、すごい素直な女の子で、うんうん、可愛いなって。そんな福原さんから見た今回のこの劇場版のメアリ、うん、ここ見どころみたいなところありますか、うん、こういうとこ見てほしいなっていう。なんかあの葵ちゃんがアドリブだって言ってたんですけど、あのカメラ目線をするシーンがあるんですよ、うんうん、そこはねちょっと要注目で、うんうん、はい、見ていただきたい。本当に可愛くて、あ、こっち見たってなかなかないですもんね、カメラ目線されないよね、演技中のね、うん、本当にしかもアドリブで向こうってね、うん、すごい、すごい駆け狂いだからすごいなって思って、そういうこともありっていうね、カメラ目線も、はいはい、浜辺さんは、うん、すみません、いかがですか、好きなキャラクター。私もでもメアリちゃんはすごく好きで、なんかシーズン1があって、今回の中どのキャラクターもなんか愛らしさが増している気がして、だからそれで言うと私は木渡りが好きです。あ、いい、出ました。いや、好きなんですよね、うん、もちろんシーズン2でもなんと面白いキャラクターなんだろうと思ったんですけど、今回映画になって私がご一緒してないシーンで見たときに、もうなんかもうどうなってるんだと思いましたもんキャラクター設定がもうね本当によく遊ぶんだなって思いました。いや、もう全力で本気で真面目に遊んでらっしゃるので素敵だなって思いました。山本さんがね、もう彼はあのキャラクター設定は多分ご自分で考えられているので、うんうんうん、なんかすごいそういう作戦というかもうすごいなって思いながら含め大好きです、ね、結構リハの段階から細かく周りのエキストラさんとかにも演出をつけられてたというお話を耳にしてますけどいや、そうなんですよ、ね、私すごいなと思って、私見てないの、つけてるところ。私もでもあんまり見てないけど、うん、でもなんか自分がここを通るからこのタイミングでちょっとどいてみたいなことをエキストラさんにも、はい、言って、ね、こうしてみようかとか、なんかすごい、しかもアドリブも毎回その違うアドリブで、ね、うん、やられてて、何を言われるか、アドリブ、木渡さんがアドリブやってる時に結構いるんですよ、友達が近くにそうなんだ。でも笑わない、笑っちゃいけないけど笑っちゃうみたいなのがもう本当に多かったですそれ笑わないようにするためにどんなこと皆さん考えるんですか、そういう時って。まあ、そうですね、ちょっとあさっての方向を向くしかないですかねちょっと聞いちゃうとね、聞いちゃうのもダメだけど、もう見る、もう動きも面白いから、分かる、そうだね、うん、もう入れない空気に、空気に入る、視界に、空視界に、視界から外すっていう、うん、いや本当に気持ちがすごく分かります、ね、私今回そんな少なかったんで良かったなって思いました、うん。